アマゾンオリジナルドラマ龍が如くビヨンドザゲームのワールドプレミアが21日都内で行われ、主人公桐生一馬役の竹内涼真、金山明役の賀来賢人、沢村由美役の河合由美、風間慎太郎役の唐沢俊明、真島五郎役の青木崇高、金山美穂役の中山ひなの武正治監督が出席した。登壇者たちはドレッシーな装いで用意されたレッドカーペットをかっ歩、大歓声と拍手で迎えられた竹内は、ついにこの日がやってきたなとすごく胸がいっぱいです。この現場の熱量がまっすぐに届いたらいいなと思いますと、感無量の表情で挨拶。